ストロベリーナイト、はい、本当の親でもできないようなことをたくさんたくさんやってきたんだよ。石黒賢演じる高岡健一が浜田岳扮する三島康介のために注いできた不正、その最後にして最大なるもの、それが康介とその恋人中川美智子につきまとう戸辺の殺害、うん、そして保険金とかのこともあって自らを被害者に見せかけるためになんと自分の左手首を電動のこぎりで切断。はい、怖いですね。もうヤクザドラマの小指切るのなんかもう火じゃないですもん ね。実際に切ってへんの分かってるんですけど、うん、もうあれ見せられたら痛い、そう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 、まあ、最近ね、うん、目を背けたくなるっていうそういうシーンっていうのは極力本当に減ってはきてるんだけど、はい、まあそれだけにね、うん、まざまざと見せられると、はい、ね、ただ一つ気になったのは、はい、戸辺の血液にしっかりとつけてあったから、うん、高岡の手首なのに戸辺の胴体と同じ DNA の結果が出たっていうのはこれ驚きでね。そうですね。でまあ何よりも、うん、高岡自身がそこまで知っていてやったのかっていうことね。そうなんですよ。であれでしょ、指先で調べられたら違う DNA 鑑定が出てたってことですよね。そう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 、そこまで分かってたんかなとかね。あー、そしてまあ何よりもね、レイコが私合ってるって言ってたのは、うん、あの事件の最初の捜査、河原にあったブルーシートのテント、うん、あのお邪魔しますと言ってレイコは中を覗いていたけど、まあ次のカットではすぐに高岡健一の回想シーン、はい、まあそれがしっかりと実は暗示していたことにはなるんだけど、うん、そこに高岡がいたっていうことだったわけでね、はい、もしあの時レイコが保護していれば、うん、少なくとも高岡の命は救えたんじゃないかと。そうですね。まあ勘に頼るはずのレイコなのにね、うん、意外と肝心な時にはその勘が発揮できなかったっていうことなのかね。結局ね、病気で床に伏してるっていうぐらいにしか受け止めなかったわけで、もうちょっとしっかりしてもらうとね。それにしてもまあ全体的にはね、結構グロテスクな表現もあったんだけど、とにかくまあ現実の警察組織に即した一面っていうのが基本になってたあたりはね、はい、今までのいわゆる刑事ドラマとは違って現実的であり新鮮ではあった。そうですね、うん、まあ映像の作り方も含めてね、はい、ドキュメンタリーっぽいそういう仕上げになってたっていうのも、そうですね、これはなかなか功を奏していたというかね。はい、ただあの歩く時のね、あのカメラ揺れんのだけは僕も気持ち悪くなるんで、あれでも何人か気持ち悪くなってる人おると思うんですけどね。いやそれもね、多分狙いでね、心の不安っていうことにもつながっていってね、はい、見ている側がどんどんいわゆるストロベリーナイトの世界に引き込まれていくと。はい、でところで、はい、あのシリアス一辺倒にならないための、うん、いわゆるコメディーリリーフ的な存在だったのが、うん、あの生瀬勝久演じる所轄の井岡博光刑事、はい、頻繁に移動がで、なぜか姫川とコンビを組むことになるってあたりはね、まあかなり不自然ではあったんだけど、はい、あのそのあたり劇中で菊田なんかも突っ込んでくれてたんでね、うん、まあそこはよしとしようと、ちゃんとフォローできてましたしね。でちなみに、うん、生瀬勝久自身は、はい、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、うん、井岡は基本的に犯人とはほとんど会わないんですよ、犯人を捕まえる瞬間にはなぜかいつもいないんです、キャラクター的には関西人ということで関西弁を喋るんですけど、実は関西弁ってセリフとしては非常に難しいんです。まず脚本に書かれているセリフが何々弁がな、何々漫画なみたいになっていて、関西出身の方でも特に今の若い人たちは使わないんですよ。ですから自分なりにセリフを解釈して今の関西出身の方たちが使っている喋りに直したりもしました。それから姫へのちょっと強引な接し方も脚本で表現されているのは東京の方が感じる関西人のイメージなんです。そんなところもあまり偏りすぎたイメージの関西人にならないように演じてみました。ですのでぜひ関西の皆さんには井岡を応援してほしいですね。ただ原作を読まれた皆さんはキャラクターについてそれぞれのイメージがあると思います。例えばこの役はこの役者さんに演じてほしいなとか、井岡についても僕以外の役者さんを思い浮かべた方の方が多いかもしれません。でも僕らは役者としてそんな皆さんのイメージを凌駕したいという気持ちで演じました。それでも違うとおっしゃる方もいらっしゃるとは思いますが、その時はぜひトータルでドラマを見てください。で気になる視聴率は最終回 15.9、はい、平均 15.4、うん、最高が第2話の 16.9、はあ、頑張ってますね、まあ、それだけ気持ち悪くなった方もいらっしゃると思います、ね。
そして何と言っても最後の方でいかにも意味深な岩鉄と葉山との会話、はい、まあ案の定続編へのネタ振りと思いきや、うん、なんと映画化決定、本田哲也の姫川レイコシリーズで残ってる長編といえば、うん、レイコが単独捜査する中で禁断の恋をも経験してしまうという、うん、あのエピソード、はい、インビジブルレインということになるんじゃないかと。おー、これは楽しみです ねということで、はい、そんなストロベリーナイトの後を受ける2012年4月クール、うん、カックドラマは、はい、リーガルハイ、偏屈で毒舌で最低の性格だがあらゆる訴訟を勝利に導く敏腕弁護士と、真面目で正義感が強いが堅物で融通の利かない新米弁護士、正反対の二人が法廷で共に戦うリーガルコメディ、はい、主演堺雅人、ヒロインに新垣結衣、共演陣には生瀬勝久、小池栄子、カトゥーンの田口淳之介、矢野雅人、そして里見光太郎、戦うことを忘れてしまった全ての人たちに送る弁護士ドラマ史上最も笑える極上のコメディ、新ドラマリーガルハイ、楽しみにしたいと思いますね。はい、